寮を禁止地元は 海の前の漁師町での話。ここ数年は少なくなったが、幼少からマさんの真似事をしながら、アワビやサザエなんかを取ったり、釣りをするのが子供の遊びだったんだ。朝に堤防まで行くと、まず旗をチェックする。赤旗が立っていると、漁は禁止。もちろん放送も入るから、誰もが暗黙の了解で守って、 事故もなく安全に過ごしていた。大型連休になると、稀に他県から海に泳ぎに来る人がいて、大体が家族連れ。でも、海水浴場ではないから何もないため、多くても三四組の家族。その日も赤旗が出ていたけど、他県から来れば知るはずもない目印。 そんな中、家族連れの兄弟、小学生の男の子二人が、陸から25メートルほどの距離のテトラポットの付近を浮き場で泳いでいたんだ。でも、太平洋側っていうのは基本的には波が高いし、赤旗も出ているからさらに高くなっていく。波は何回かに一回大きな波が来るのだが、 弟の方がそれに飲まれてしまい。テトラポットに足が挟まり、浮き輪は風で飛ばされてしまった。顔がかろうじて出るくらいで、お兄さんは自分の浮き輪に弟を捕まらせ、なんとか必死に励ましたが、海水を飲んでしまい、父親が助けに来る頃には、弟は意識をなくし、 そのまま亡くなってしまった。陸に上がってからお兄さんは両親に、白い手が弟の足を掴んでいたと何回も訴えていた。怒ったことを要約すれば、波に足をさらわれ、運悪くテトラポットに挟まってしまったとなるのだが、実は白い手というのも、 すもぐりをしているときに見たことがある。一瞬ではなく、友達に確認し、みんな何回も見ている。ワカメや昆布と並んで、海底から何本も生えているんだ。今考えると、海に行くときは、海を祀る神様のところに寄っていたためなのか。見かけても害はなかったんで、 危険なものという認識はなかった。改めて思うのだが、こうしたローカルルールというのは、ちゃんと訳があってのことだと思う。皆さんも出かけるとき、地元の人と話す機会があれば、ローカルルールを聞いておいて、それをできるだけ守る方が賢明だと思います。 子供が亡くなった場所の堤防沿いには、今も地元の人々によって喧嘩がされている。以上、二十数年前の話でした。深夜残業。自分自身が体験した話。 心霊現象かどうかもわからないし、疲れていただけかもしれないけれど、個人的には、シャレにならないくらい怖かった。その日は、2013年の最終出勤日。帰省のため、有給を使っているもの、早く上がるものが大半の中、一応チームのリーダーを任されている俺は、年をまたげない対応に追われ、一人日付を超えて、 終電時間を過ぎても会社に残っていたんだ。先に状況の補足をしておくと、俺が働いているのは8階建てのビルの6階。トイレ、給湯室、喫煙所を除けば、階丸々ぶち抜きのワンフロア構成で、社員は200人以上いるから、それなりの広さを想像してほしい。 帰宅する者は、周囲に人がいないことを確認したら、その周辺を照らす電気を消してから帰るので、俺の周り以外は真っ暗だったんだけど、気兼ねなく仕事ができるわとか軽く考えて、音楽をかけながら仕事をしていた。少し時間が流れて、午前二時くらい。汚い話で申し訳ないんだけど、大きい方をしたくなった俺は、 トイレに向かった。トイレについて電気をつけたら、何かおかしいんだ。違和感の正体はすぐ分かった。二つある個室がどちらも閉まっている。これって状況だけ見ればそんなに不思議でもないんだ。他の会社がどうかはわからないけれど、うちの会社は節電のために、たとえ昼間でも、 誰もいなかったら、電気は消すことになっている。これが少し厄介で、個室を使っている人がいても、うっかりなのか癖なのか、電気を消して出ていく奴がいるんだよね。自分も、やられた経験があるからわかるんだけど、出るに出れないから、他の誰かが入ってきて、電気をつけてくれるのを待つしかないわけだ。でも、 今回の場合に関しては事情が違う。2時間以上前から、フロアには俺以外残っていないんだから。年末だから閉めてるのかなと、わけわからんことを考えながら、内心ビクビクしながらも好奇心が勝さって、俺はそろそろと近づいていった。何かいる。 うまく説明ができないけれど、何かがいる気配を感じる。俺は足がすくむ。やがて中から物音が聞こえ始めた。カリッ、カリッと、おそらくは扉をひっかく音。右の個室から音が止まったら、左の個室から。左が止むと、 今度は右。規則性があるようだ。正常な判断ができていたかどうかはわからないけれど、少なくともその時はそう聞こえた。音のする頻度、大きさは次第に増していき、少しずつ水を流しているような、ゴポゴポという音も混じり始めた。もうダメだった。弾かれたように、 っていう表現は、ああいうことを言うんだろうな。体の自由を取り戻した俺は、一目散に逃げ出した。一時的にでも、密室に入るのが嫌で、エレベーターをスルーして階段に向かった。一階まで一気に駆け下りると、動揺したように、常勤の中恵さんが駆け寄ってきた。 どうしたんですか今の声は。どうやら気がつかないうちに、俺は叫び声を上げていたらしい。読階のトイレに、何かがいて。そう絞り出すのがやっとだった。恥ずかしながら、修営さんに近くにいてもらいながら、1階でトイレを済ませ、修営室で少し休ませてもらうことになった。 多少なりとも落ち着きを取り戻した俺は、ことの天末を話した。柴江さんは馬鹿にする風でもなく、親身になって話を聞いてくれたが、似たような前例はないかとの問いには首を横に振るだけだった。ずっとそうもしていられないので、二人で読階の様子を確かめに行くことに。 エレベーターに乗って六階に向かって、問題のトイレに近づく。それじゃあ、電気つけますよ。そう言うと、主衛さんは一足先に中へ。自分もそれに続く。個室は、二つとも、開け穴されていた。何かがいる気配もなく、痕跡も残ってはいなかった。ただ、 おかしいんだよ。確かに俺は、電気をつけっぱなしで逃げたはずなのに、なぜか電気は消えていたんだ。気味が悪くなった俺は、そのまま、カバンを回収して会社を出た。始発の時間はまだだったけど、とにかくこれ以上、この場にはいたくなくて、コンビニで時間をつぶして、キロに着いた。 それ以降、特に自分には変わったことは起きてはいない。年が明けてから、同僚の何人かに、この話をしてみたけれど、そんな噂は聞けなかった。正直なところ、ごめんごめん、それ、俺が仕掛けたドッキリなんだわ、みたいな反応を期待していたんだけど。俺は今でも、その会社に勤めている。 でも、もう一人での深夜残業は、絶対にしない。遊びに来た妹。六年ほど前の話、一人暮らしをしているマンションに、妹が遊びに来た。大学から帰って、コンビニ弁当を食べながら、テレビを見ていた時のことだった。 おそらく午後8時くらいだっただろうか。会話は少なめだったけど、ソファーに並んで座ってテレビ見たりしながら、兄弟の何気ない時間は0時前後まで流れた。翌朝目が覚めると妹の姿はなかった。そしてここであることを思い出す。俺に、 妹などいない。明らかに夢などではなかったはずなんだけど、確かに呼んでいたはずの妹の名前さえ思い出すことができない。姿や顔は思い出すことができる。まあ6年前のことだから、今はなんとなく程度だけど。前日の新聞のテレビ欄を見たところ、0時の番組のオープニングから、 10分程度を見ていたのは確か、妹の隣で。その時まではソファーに座っていたはずなんだけど、目が覚めたのはベッド。ソファーとベッドはすぐ隣だったけど、自分の体を見たところ、前日、風呂には入っていないと思われる。服は大学に行って、着替えずに過ごした昨夜のまま。最初は、 夢かなとも思ったけど、一つだけ明らかな証拠があった。キッチンの流しにあった二つのグラスだ。自分用のグラスは決めてあるから、俺が来客用のグラスを使うことはない。その顔を見て、妹だと認識し、部屋に迎えてしまったあれは、一体誰だったんだろうか。 とりあえず家族構成は、両親と姉と、俺の四人家族。その頃三人は実家。車や電車で、二時間程度の距離。で、俺一人だけが、都内に住んでた。ちなみに、妹が欲しい、とかの願望はなかった。俺は、割と見えてしまう方の人間なんで、死者の霊だったら、区別はできるつもり。 だが彼女は、間違いなく、人間そのものだった。妙な自信かもしれないけど。事情を把握したのは、寝起きだったせいかもしれないけど、恐怖心は全く感じなかったし。その部屋に引っ越したのが2月で、妹が来たのは、同じ年の6月。その後3年半ほど住んでいたけど、二度と遊びに来ることはなかった。 最初は二人でナイター中継を見ていた。妹は野球のことはよく知らない様子だったけど、俺と一緒に阪神を応援してくれていた。その後はくだらないバラエティ番組で笑ってた。なんとなくもう一度会いたいような気もする。もう六年も経つのに思い出しちゃったよ。誰だったんだ マジで。